ヘンドリック・アーフェルカンプは17世紀前半に活動したオランダの画家、アムステルダム生まれ。アーフェルカンプはローであり、デスタム、バンカンペンとして知られた。彼は芸術の勉強のためにアムステルダムへ送られ、肖像画家のピーテル・イサークスの下で学んだ。17世紀オランダ画派最初の風景画家の一人で、あるアーフェルカンプは冬のオランダの風景画を得意とした。 アーフェルカンプの絵は色彩豊かで活気があり風景の中の人々が注意深く巧みに描写されているのが特徴である。アーフェルカンプの作品は非常に人気があったため彼は自分の作品を売っておりそれらの多くは収集家のアルバムに貼り付けるために水彩で色付けして完成品としていた。イギリス女王エリザベス2世はウィンザー宮殿に 彼の作品の素晴らしいコレクションを所有している。アーフェルカンプは、カンペンで制挙し、同地の聖ニコラス教会に埋葬された。2004年3月26日、アーフェルカンプの名を冠した、グランドカフェが開店した。このグランドカフェは17世紀初期の画家への経緯であり、その壁には一組のアーフェルカンプ作品の模写が飾られている。ありがとうございます。